1>, 1日に、二十歳の誕生日を迎えた天皇皇后両陛下の長女、愛子さまの青年祝賀行事が、五日、皇居で行われました。海外メディアの報道は、七日になっても収まらず、バニティフェア氏は、愛子さまが、新型コロナウイルス化への考慮で、ティアラを新調されず、おばの黒田さや子さんから借り受けたことを賞賛した。プリンセスは、伝統にのっとり、 つつましやかに青年行事をお祝いされた。だが、これまでの慣習と異なっていたのは、行事のためお選びになった宝石だ。このティアラは、配慮と、資料深さの、証だ。さらに、日本のロイヤルウォッチャーたちは、今回のティアラを、新型コロナウイルスと戦い、苦難の時を過ごしている人々への思いやりの印だと受け取っている。 愛子さまの母、皇后雅子さまのケースも同様で、夫の即位の例は、歴代の皇后に受け継がれてきたティアラだった。と報じた。スペイン氏ガラソンも、同日、愛子さまがティアラを借り受けた経緯を説明した上で、皇室は、新しいティアラを注文しなかった。その理由は、日本で、コロナウイルスによる危機が起こり、コストを節減するためだった。 と伝えました。